名古屋市中村区のホテル日光スタイル古屋で客室を使って東海3県にゆかりのある手アーティストの作品を展示するイベントアートウィークエンド開かれた出展するのは東海3県の出身や大学通っていた20から30代の7人の若手アーティストでホール11階の19部屋や1階のラウンジ2階のエレベーターホールに 写真や空間作品など、約200点が展示さ、た、岐阜県出身の伊藤き美子さんの作品の一つは、や、風景の版画を使って浴室に、立体感を作り、ツアート。また7人の他に、東京の、銀座シックスや大阪の、大、震災橋本館の音楽のプロデュースを手掛け、健一郎西原さんは、自分で作成したプログラムで、AI が膨大。 数の音を組み合わせて作った曲を披露。アートウィークエンドが開け、出たのは10日から12日までの3日間。アートウィークエンド場所、日光、タイル名古屋名古屋市中村区名駅後、20、13、052、211、8050、10アーティスト、荒木ゆかり、立体、インス、レーション、飯田美穂、絵画、伊藤木弓子、ハンマ、インスタレーション、上村光輝、ガラス、 お、訓大、写真、小原若菜、版画、インスタレーション西原彩香、絵画健一郎西原、サウンドディレクター、海テレビ。<music>